FM 29.2 コーキー、ヒロキ、マサネ、シャークパーティー、フリートーク。はい、フリートークです。我々のことをね、皆さんにもっと知ってもらいたいなって、うん、あ、そうですね、はい、ということで、早速なんですが、最近何がありましたかね。最近、はい、ヒロキ君、僕ですか。僕はね、基本的に趣味があんまりないので趣味ないですよね。ない、本当にない。寂しい会話になりましたね。そのね、スタッフパーティションに入って、はい、やっとこう、あ、お芝居、お芝居に没頭できる中で一つの趣味ができたので、もう本当にね、休みの日も家で猫と戯れるとか、近所ブラブラするかぐらいなんですよね。なんか映画とかそういうの見たりとかしないんですか。うん、あ、鬼滅ですよ、鬼滅。鬼滅、いや、もう鬼滅ですよ。鬼滅見たんですか。見てないですよ。見てないの。ないですもうあれすごい、ね、すごいですよ。今で大人気で、ね、うん。だから漫画はね、一応、うん、申し訳ない程度にもう全部揃えて見てはいるんですけど、まあ、すごいじゃん。ね、その中の抜粋の映画なんだから、ちょっと見るのどうしようかなと思ったんですけど、うん、もうね、いざね、こう、映画館に行ってみると、並んでるわけですよ。うん、でもソールドアウトしてて、ね、はい、でも一番夜の遅い時間しか空いてなくて、はい、あ、もう見れないわって。だからちょっともうちょっとね、時期を見て、あれかなって。見てたらなってね。うんうんうん。そうですね、もう過去最大ぐらいの勢いで今、ね、人気が出てますから。鬼滅の刃は誰が好きなんですか。あ、もう読んでる人しかね、わかんないと思うんですけど、村田さん。村田さん、村田さん。どういうキャラクターなんでしたっけ。一剣士なんですけど、はい、ちょこちょこっといろんな場面で、はい、こう炭治郎たちとね、こう戯れたり、はい、ちょろっと出てくるんですけど、だけどその控えめなところで、ね、でもなんかこう光ってるところはね、自分みたいだなちょっとね、恥ずかしいです。前には出れないんですけど、ね、後ろの方でこうみんなを支えてるというかね、ちょっとね、自己評価間違える全然ということで、ひろき君は鬼滅の刃を見てないし、ちなみに。はい、はい。まあ、その時は最近何かありましたか。僕はですね、キャンプに行きましたね。キャンプ流行ってるよね。キャンプに。ね、うん、この肌寒い時期。そうですね、まあ、それがまあちょっといい感じの、こう、まあ、火の暖かさだったりとか、みんなでワイワイするのが、こう、よりこう心に温かく感じる。あ、そういうとこだろうね、このおじさんキラーみたいな。もうキャンプ、うん、興味があるんだけど、はい、クマとかに襲われそうなイメージがあって、そこまでの山奥ではないです。湖とかに行ったらワニとかに襲われそうなイメージ。どういうの。浜さんはどこに行かれた。僕は、うん、かわいいキャンプ場というところに行きましたね。かわいい奥多摩の方にある、はい、じゃあクマはいねえな。いやいや、クマはさすがに。ただなんか猫ちゃんがいて、こうみんなでこうバーベキューをしてたらちょっと出てきて、はい、なんか餌欲しいですみたいな感じで、ノラちゃんがね、ノラちゃんね、そう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 、まるまる太ってましたけど、みんなから餌もらってるんだから。なるほど。そうそう、まあ、その中でね、まあなんだろう、秋のこの切ない感じがね、感じ取って。はい。大丈夫ですか、笑ってますか、大丈夫ですか。役に出せれば出すげー笑ってますか、大丈夫ですか。まあ実はね、この話ね、僕前に聞いてたんですけど、うん、はい、このキャンプに行ってたのがあって、うん、収録が一周遅れてます。結構迷惑さんですね。迷惑さんですね。 あそこ決め、肝に銘じてもらって、ね、本当に申し訳ございません。あ、いいですね。コウキ君は最近何かありましたか。そうですね、歯医者に通ってます。あの早口の範囲である歯医者さん。そうね、そうなんですよ。でも歯悪そうに見えないけど、なんか、うん、いや、もうそれがね、親知らずね、2本も、親知らずか、昔もう1本あって、もともと3本早くしたんです、うん、で、1本は7年ぐらい前かな、うん、見たんですよ、ね、うん、で、残り2本は一旦大丈夫だからそのまま放置してたんですけど、ちょっと歯医者さん行ったら、あ、これ虫歯ですね。虫歯ですねって言われて、うん、これね、抜いちゃった方が早いんですよって言われて、あ、じゃあお願いしますって1ヶ月の間に2本スポーンと抜きました。ガムできた。ガムできました。あれ
ちょっと思い出したんですけど、はい、その歯を抜くっていう予定があるから、はい、収録ができなかったっていうこともありましたよ、ね、でここ何の恨みの輪を ありましたよ、ね、お互いなんかどうした。いやさすがに、はい、ちょっと今日あの麻酔かけたのはまた別の理由なんですけど、虫歯だったんでそれはそれ直さなきゃいけない別の歯の虫歯だ、前歯の虫歯だそれはそれで直さなきゃいけないんですけど、さすがにね親知らず抜いたその日に収録しようは絶対無理だよね、ここの2人はね、まさむねとこうけんなんかこう収録の因縁があるみたいですけど、大丈夫ですね。仲良くしていこう。もう校内環境を良くしてね、これからもっとね、滑舌を良くしていきたいと思います。あ、期待できますね。素晴らしい。先ほどね、ボロ負けだったんですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、以上フリートークでした。スタック口パーティーではお便りを募集しております。概要欄の URL からご投稿ください。スタックパーティーショーでは随時新人メンバーを募集しております。ご興味のある方はスタパ公式 Twitter アカウントからご連絡ください。今後も YouTube にて新しい動画をお届けしたいと思いますので、チャンネル登録、いいねをお願いします。それでは次回もお楽しみください。